カスタニエンアレイとシェーンハウザーアレイの交差点付近の街並み。エバースバルで通り駅があるプレンツラウアーベルクはドイツの首都ベルリンにある地区名。以前は一つの行政区だったが、今はパンコークの一部となっている。第二次世界大戦以前はビクトリア町やアール・ヌーボー等の建物が並ぶ、とても美しい街並みをしていた。第二次世界大戦時にほとんど空襲を受けなかった。 地域なため、今でも昔ながらの綺麗な街並みが残っているところが、いくつかある。この地区は、旧東ベルリン内に位置するため、東西分裂時代の東ドイツ時代は、建物の修復なども進められず、かなりの老朽化が進んだ建物が立ち並ぶくらい、イメージの地域で、貧しい学生や芸術家などが住む街だった。しかし、ベルリンの壁が崩壊し、 ドイツが再統合されると街の修復が始まり、現在ではおしゃれなカフェやレストラン、ゲイバー、クラブ、ブティック等が並ぶベルリン一のトレンディスポットとして華やかに生まれ変わっている。特にベルリン地下鉄 U2 号線の駅へバースバルデ通り駅から南西に伸びるカスタニエンアレイやその駅の南側にある旧ビール工場を改装して建てられたレストラン、映画館、 クラブ等が入ったコンプレックスである、クルトゥー・アブラウェライ、その近くのコルビッツ広場の周辺、そして毎週日曜日にフリーマーケットが開催される、マウアーパーク等が特に人気のスポットである。またそのエヴァースバルデ通り駅のすぐ隣のガード下には、ベルリン名物のカリーブルストの元祖第1号店も、ある。全ベルリン市長であるクラウス・ボーベライトが言った、ベルリンは貧しい、でも、 セクシーの言葉にも象徴されるように、プレンツラウアーベルクは若いエネルギーにあふれた自由の街ベルリンをまさに象徴する地域である。ありがとうございます。